ああ、これはこれは、いかがされました。俺を見て逃げたな。なぜだ。雇うかと思いまして。賊に迫られておるなら助太刀いたそう。では村長の颯太とお話を。お話は颯太と、ここの長です。今は小屋におるでしょうな。恐れながら、お話ならば染屋の颯太と。村長を探しておる、颯太だ。あなたが音に聞く、クロード。村の者が避けるぞ。なぜだ。見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく、我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか。村の敵は病と、そして飢えです。太刀では抗えません。それでよいなら承知した。見て回ろうか。こちらへ。お話が。ただしあまり近寄らぬよう。何者だ。どうか来てください。
なぜ隠れる？俺は村の者ではありません。我らの姿は見られん方が良いかと。この村は何だ？ここは誰も寄りつかない村で、数日前から佐藤さんの颯太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。何を隠しておる？こやつは溺れ死んだのか？人か何かが吊るされておったようだ。この村は何だ？凍って穴を掘れなかったか。多くは病で死んだという話だが、皆男切られておる。女物の布切れだ。血の手形に爪の跡。誰かこの中に入れられて出ようとしたようだ。大勢が村から出た。何者かが村を襲い、生き残りを連れ去ったようだ。だがどこへ？こっちに。これは何だ？両手を縛られ、逃げようとしたが切られたようだ。むごいことを。足跡、この方向で間違いない。百姓の家に逃げ込んだな。猛虎だ。さらわれた者は無事だろうか？
faint way. On. ったぞ。皆を村まで送ろう。戻りたくありません。村の男どもは私らを猛虎に差し出したんです。男のムクロがあったぞ。ソータから守ってくれたものです。私らはここで暮らします。ですが何とぞ奴らに裁きを。任せておけ。あやつらめ、見過ごしてはおけぬぞ。皆の者、出てこい。我が名は酒井。話がある。急げ。一体何事でしょうか。お主、測ったな。何のことでしょう。村の女からすべて聞いたぞ。戦う術を知らぬ身です。従うしかありません。お主、それでも人か。皆もそうだ。どうかお慈悲を。すべて私の案。罰は私一人に。よし、心得たぞ。ダメだ。己らも佐渡から消えろ。戻れば蒼太に会わせてやるぞ。行け。助けてくれ。これは何があったのです。猛虎にさらわれた女は助けたぞ。百姓の家に隠れておる。お主も行け。そうさせていただきます。